今回も僕の弟がお兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねというアニメを見ていたのですが、これは期待していいんですかね。お似合いか。お似合い懐かしいね。お似合い2000、いやあれってもう10年ぐらい前か。お似合いやってたのって何年ぐらいだ。でも僕の弟って書いてあるね。弟とお兄ちゃんか。なるほどね。まあいろんな形があると思いますよ。確かにいろんな形があると思うんで、それに関しては特に触れないですけど、俺はね、お似合いのアニメ自体は結構好きでしたよ。ヒロインがキドちゃんだっけ？ちょっと待って。お似合い。合ってたわ。キドイブキさんですね。確かこれかなり初期の頃にやってた時だから、めちゃめちゃ若い時じゃないのかなぁと思うんだけど、お似合いのアニメ自体は何年ぐらいだ？2012年とかだから、だいたいアンダーナイトぐらいですかね。余裕の10年以上前だった。10年以上余裕で前だったけど。キャラデザとかね、俺結構好きだったんだよな。原作の小説があれ MF とかだけど、2000、何年だ。なんか、2019年とかで終わった気がするけど、合ってた。懐かしいね。アニメはね、アニメはね、あれはどっか作ってたやつだ。マヨキチニャンコイ。あー、なるほどね。そこか。内容が思い出せない。主人公がいて、妹が久々になんかこう、一緒に暮らすみたいな感じで寄ってきたんだけど、妹がすごいお兄ちゃんのこと好きでみたいな。なんかそういう話だったはず。あ、キドちゃんのデビュー作なのか、これ。かなり若かった時のやつよね、確か。なんとなくぼんやりとしか覚えてないですけど。という感じの話だったんですけど、ちょっと今ね、公式サイトとか見てちょっと懐かしい気持ちになっていた。アニメの公式サイトってもうさすがに消滅してるか。さすがにないか。あ、中学生の、なるほどね。上級者向けだな。オープニングだったっけ、その千原みのりさんが歌ってたやつ。確かセルフプロデューサーとかかな。あの曲自体は好きでよく聴いてた記憶あり。クソ懐かしい。っていう作品なんで。まあ、よかったら見てください。キャラデザとか俺好きな方です。という感じで適当にお茶を濁しておきます。はい、お便りいただきありがとうございました。